静岡県最大の闇金事件は2020年7月、組織的恐喝の疑いで暴力団稲川会東一課東住金総長と幹部が逮捕された事件で、警察はこの幹部らが闇金営業を行った疑いが強まったとして再逮捕していた。貸金業法違反などの疑いで再逮捕されたのは、指定暴力団稲川会2代目東一課の東住金総長と組幹部の男です。総長らは無登録で貸金業を営み、高い金利で現金を貸し付けていた疑いが持たれていた。2人は貸し付けた金の取り立てで男性から現金を脅し取った疑いで7月逮捕され、家宅捜索などから闇金営業の疑いが強まり、2人を再逮捕した。顧客数は200人以上に上り、貸し付けていた金額も約1億円と県内最大規模の闇金事件であった。200人中たった10人しか損害賠償請求をしなかった理由は、やはり報復が怖かったのか、金額が少額だったのだろう。損害賠償金を求められていた指定暴力団稲川会の清田総裁や内堀会長などが損害金約1100万円を賠償し、原告と2024年10月1日付で和解したのは、被告側の指定暴力団稲川会の清田総裁と稲川会の内堀会長と当時稲川会次期さん、元東一課東住金総長と原告側の県内外の男性など10人です。2022年6月、稲川会が東住金を絶縁した理由ははっきりわからないが、噂によれば静岡県警薬物銃器対策課に覚醒剤取締法違反などの疑いで指定暴力団稲川会東一課幹部ら11人を逮捕した。両容疑者は覚醒剤の密売人とみられ、静岡県中部を中心に少なくとも十数人の顧客を抱えていたという。稲川会は建前では薬物禁止であるこの件で絶縁したのではないようだが、東一課総長も稲川一課派であったが故に処分する口実が欲しかったのだろうか。全ては憶測しかないが、薬物禁止なのだから絶縁にされても不思議ではないが、林一家は特別なのか。横浜では林一家は最大組織であるから処分できないのかもしれない。神奈川県は稲川会勢力が多くいるが、山口組直さんが2名いるが、それよりも行動会高山組から直さんに昇格した2代目高山組では射程頭を務め、当時の若頭南正武と兄弟分になる。吉田総業がやはり力があるようだ。吉田総業も構想に組長自ら参加して、山県組清流会の会長宅を拳銃で発砲して組員がほぼ全員逮捕され、吉田総業の事務所も住民パワーで売ることになったようだが、吉田組長が社会復帰してから組員も増えて勢力拡大していると言われている。高山組は抗争で体をかけた組織が昇格していく組織なので、抗争で体かけていない組織は万年平組員で終わる。分かりやすい組織でもある。そこまでしてもヤクザを続ける理由はやはり高山若頭のカリスマなのか、それとも怖くてやめれないのかもしれない。ヤクザを最後まで続けていくのはほんの一握りしかいない。